どうも、複数ドーパミンのアルカリです。はい、ということで今回なんですけども、個人的に注目させていただいているアッシュメイズというビジュアル系バンドがいるんですけども、アッシュメイズがですね、2021年12月22日リリースのイノセンスという曲の MV を早くも公開したということで、12月リリースの曲ですからね、10月に公開されてるということで、いやもうこんなんね、見るしかないでしょ、聞くしかないでしょ。俺この曲めっちゃ気になってんだけど、アッシュメイズの最新のアーシャ、みんな見てみ、マジでめちゃくちゃかっこいい。飛ぶぞ。アーシャがかっこいいから曲もかっけえんじゃねっていうシンプルな思想がまず一つあるのと、ありがたいことなんですけど、実はアッシュメイズのあのメンバーさんからツイッターをちょっとちょくちょくフォローしていただいたりとかしてまして、僕はね、あのアッシュメイズ2周年だっていうねツイートをちょっとした時に、下デギターのしゆさんが新曲も公開されたらぜひチェックしてやってくださいっていうことをリップでね言ってくださったので、これはねもちろんバチバチにチェックしていきたいと思います。早速聞いていきましょう。恐ろしいバンドだな。何この曲。すげえ、マジで。いや、新しいよな。絶対新しいな。何を言っていいのかがわからない。動画としてどうなんだって話になってくるわけです。そうなってくるとね。まず、俺結構アッシュメイズの話題出すときにいつも言ってるんだけど、やっぱね、激しさと綺麗さの比率がね、完璧なのよ。激しいとこは激しくてさ、思いとか聞いてて、ガツンってくるんだけど、綺麗なところはマジで綺麗なのよ。完璧すぎてね、まあ、俺はね、綺麗かつ激しいって曲がかなり好きな人なんで、ドンピシャでしかないんですよね。前奏、デーデーズ、デーデーっていう重い音があるんですよね。ハミディータのリョウさんがデーデーっていう、こう、重い音やってて、下手のシュウさんが、こう、あの、レバーをなんか弾きながら、ピュー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 みたいな音で弾いてるんですよ。こう、高い音と低い音の、一応ギターがハモってるみたいな感じで。で、あと、やっぱり歌メロが綺麗。途中なんかもう裏声とかめちゃくちゃ綺麗なとこあったし、アシメイズの曲って結構ギタースラップがあるっていう話をね、前にもしたんですけど、やっぱ今回もあれ、ギタースラップ2番の最初あたり。ベースのスラップも別で出てくるんですよ。ベーススラップはベーススラップで、こう低い感じでベケベケベケって感じで、ギタースラップはギタースラップでこう鋭い感じというかが結構違いがあってかっこいいんですよね。で、なんせあのドラムソロあったよな。途中あの歌詞としては途中こうちょっと静かになって、より感情を込めてこう歌ってるなってところがあったんだけど、神は見えてるか残されたものが抗いながらも生きる姿をって多分詩だと思うんですよね。間違ってたら申し訳ないんですけど、まあ俺的にはこう聞き取れたんですけど、そこがこうクッて感情をこう泣くはいい泣きもうみたいな感じで歌ってんのちょっとグッときました。今これパンデミックが起きて、神がねいるなら収束させてほしいですからね。はい、といったわけでございますけども、一回聞いただけでこの衝撃があるので、まあ2回3回、どんどん聞いてって、であとね歌詞もあのちゃんと見て聞いたらどんどん魅力が出てくるんじゃないかなと思う曲です。はい、なんでマジでねめちゃくちゃあのかっこいいんで、ぜひ一回聞いてみてください。まだ聞いてないって方は概要欄から聞いてみてください。というわけでこんな感じで、じゃあそこ。